授が落ちたあの日からずっと私には心残りに思っていたことがあるんです。あ、言ってたよね。ねえお姉さま、私とお姉さまはきっと芽吹く時も散る時も同じですよね。セーニャはいつもグズだからどうか知らね。でもそうだといいわね。セーニャ約束してこの先私の身に何があっても一人で生きていけるって。死を予感してたってこと？そんな約束できません。お姉様がいなくなってしまうなんて私考えられませんわ。あのイベントの続きだ。私はずっと後悔していました。あの時約束をしていればお姉様も安心して天に召されたのではないかと。お姉様の言う通り私はグズだったんです。言葉や呪文を覚えるのも道を歩くのも何もかもお姉様より遅れていた。落ち込んでるな。ですがまさかこんな時にまで先に行かれてしまうなんて。うんこちゃん様ごめんなさい。少しだけ、ほんの少しだけあなたの隣で泣かしてください。いいぞ、俺の胸でよければ貸してやる。全然胸借りてねえし。おい、お前そこはなんかちょっとあれだろうがよ。恋がね、今俺だってドキッとしたんだぞお前。胸借りろ俺の。一人でお前緊張して俺がバカみてえじゃねえかよ。ごめんなさい、うんこちゃん、うんこちゃん様。やっと心の迷いが晴れました。お姉様が助けてくれたこの命、精一杯未来へ繋いでみせます。え？おい！マジかよ！おい！今の方が全然いいじゃん！俺ショートヘア好きなんだよ。もう涙は見せません。さようなら。いや俺ショートヘアマジで好きなんだよ、ペーニャ。覚悟の女が髪を切るってすごいぜ。ラピュタのババアも言ってたぜ。ベロニカの。え、これで二人分強くなんじゃない？こいつ。こいつ攻撃魔法も覚えんじゃね？な、こいつ攻撃、やべえ。泣いた。この力は、もしかして。ありがとう、お姉様。あ、ヘアバンドが赤くなってる。ベロニカの呪文のスキルが聖者に継承された。だーやば。セーニャの中でベロニカは生き続けるんだな。へー。うわー、だったらさ、あのさ、ベロニカのこのさ、スキルパネル見ときたかった。多分形ちゃんと、なってたんだろうな。縦ごとと、あ、そこ、あ、そうだ！この3つだったじゃん。見える。ほんで、ベロニカここだったもんね。へえ。だとしたら魔導書を上げてく。あ、さすがに。
おい、すっごいってすごすぎる。だってさ、全部思えるよねえ。全部覚えてるよ。俺ももっとベロニカに優しくしてあげればよかった。あのさ、待って、お姉ちゃんと妹のあれが重なるところないの？絶対そこのスキル強いでしょ。あ、ないか。用意しろ鳥山明、バカが。そういうところがな、ダブルハイパワーマダンテみたいな、なんだろう絶対。おい、ダブルハイパワーマダンテねえのかよ。ドラゴンハイパワーマダンテ。あった、魔導書のここだ。やまびこの心得るる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 るやまびこの心得るるるるやまびこの心得るるるるる。すげえ、姉と、これ考えたやつ神だな。これ多分ね、考えたやつ神だわ。考えたやつ神。槍と魔導書。え、ここも取りて。ちょっと待ってよ、ここ。あ、そうだ、新しく生まれてる。いやー、すごいね。ちょっと待ってな。